でもね、ドラマの中で愛ちゃんとかりんちゃんはまるで昼と夜みたいな正反対の個性をお互いに認め合ってて、うん、お互いに高め合っていきたいって言ってましたけれども、うんうん、私的に自分になくてなっちゃんにあるものはないよ。あるよあるよなんか私はいいなって思ってるのはなんか初々しい感じが可愛いなって、なんかテンパってもハッハッてしてる姿さえもなんか守ってあげたくなるというか、なんかひっそりと応援して頑張って頑張ってって言いたくなるところ可愛いなって個人的に思ってますね。ありがとう。可愛い。ここ見返そう。私はね。私はね、うん、ちょっと過剰書きにして書いてる。やばいねねえ、そのハリもそれで使うようじゃないんだけど、今回のこれ使わせてもらったじゃん。まずはめっちゃ書いてある。可愛いよね、もうくっそ可愛いよねセクシーセクシーもう色気がパない。で、いい匂いがする。あのね、聞いて聞いて、あのみやさんがそんな話じゃないんだけど、みやさんがスタジオを使ったのダンスレッスンした後のスタジオ私が使った時があって、あったね、入ったらもうえ、よかった、うん、セクサくなくていい、これが女の子っていう次ね、やばい、これあと何個聞けばいいの私、達観してる、落ち着いて、まあ、ここはなんだろう、まあ、私と違ってさ、本当なんかハプニングが起きてもハプニングをハプニングとしないというか、もうそれこそなんかもうエッセンスのような、エッセンスなんか それはもうあったことよみたいななんかすごいそれっていうことばっかりだし、あともう皆さんご存知の通りパフォーマンスがすごい、もうダンスがすごいよねもうなんか本当にあのライブの時ももう私ずっともう釘付けになっちゃって、頭の先からつま先までこれいつまで続くの、もうちょっと聞いてあとなんか喋ってる時なんかこう可愛らしいの、久保田美優ですって感じなんだけど、急におい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 みたいなツッコミもできるっていう鋭いツッコミ、あーすごいっていう、そしてめっちゃ優しい、これ本当に聞いてください私がすごい落ち込んでる時になんか LINE が来てなんか大丈夫だよみたいな長文をいただいて本当にやだやだしいっていうのと、あ最後ね、汗かいてきちゃう。何メイク中って何メイク中ねこれなんかこうみゆたんが座っててメイクさんが立ってたの、そしたらみゆたんがこうやりやすいように目つぶってこれそんなことしてんの私これ私横で見てもう時々なんかそんなことしてるの、それが弱すぎてもうメイクさんが普通でいられることが